ザ・ワールド・オーバーヘブン。たちが来たということはプッチを倒したということか。おめでとうジョースターの決闘どもよ。仲間も遺体も見事に取り戻し、このディオの前に再びやってくることができたというわけだ。ディオやろうけ、カライバリなんぞしやがって。もうてめえ一人だぜ。バレンタインは何？お前たちが奴に何をそそのかされたかは知らんが、ジョースターどもよ、このディオのいた世界ではすでに滅ぼしてやったが、我が友プッチへの手向けでもある。少しだけ遊んでやる。Let's go!
気に入らない奴は。そうだ、とりあえずぶん殴る。この辺り。そう、そこだ。ここが一番。拳を叩き込みやすい角度。思い知ったか、丈太郎さんの無敵のスタープラチナをよ。おい、いけるんじゃねえか。そのままとどめを刺しちまいな。やはりまだだ。ダメージが消えている。前にジョニーやジョルノたちが戦った時と同じだ。これが奴の能力。どうした、攻撃の手が止まっているぞ。もういいのか。もうお前たちにとどめを刺してしまっていいのか。真実の上書き。理解していたのか。おかげさんでな。どうでもいいことだ。お前たちが理解していようがいまいが、これから我が能力を、いやというほど思い知らせてやるのだからな。バカな、これは。気づかなかったか。ザ・ワールド・オーバーヘブンはすでにその亀に拳を叩き込んでいたのだ。そして真実を上書きする。亀が消えたわ。今お前の仲間に私のパワーを大量に与えて各時代に送り込んだ。普通の人間には耐えられない。
に肉体は崩壊し、塵と化して消滅するぞ。波紋を食らった吸血鬼のようにな。てめえ、何を企んでやがる。そんなことを言っている場合か。丈太郎、奴の相手は君に任せたよ。今までのことを考えると、奴を倒せるチャンスがあるのは君だから。仲間たちのことは。野郎をぶちのめす役は頼みましたよ、丈太郎さん。間違いなくこれが最後の戦いになる。いよいよだな。ああ、大詰めってやつだ。私は残るわ。父さんと一緒に奴を叩く。いいでしょう。遺体に導かれてここまで来たけどよ、こんな奇妙な冒険になるとは思わなかったぜ。の奥義を見せてやる。ゼペリさん、シーザー、すみません、二人ともすぐに終わらせます。チリとジンス。Oh, no.
近づいてやるぜ。にハマっていたのか。そうだよこのバカ、ヒヤヒヤさせんじゃねえぜ。いや、恐るべきは奴の能力。あの一瞬でゼペリさんたちを再び支配下に置くなんて。ですが、今まで通り遺体の光で元に戻せるというのは。二人ともここで休んでいてください。僕たちは先に行かなくては。戻してみせるさ、ジャイロ。
りすぎる。アルファ綺麗で素晴らしい。ここは…何が起きたんだ。よし、
戻ったら。ジャイロ、君は待っていてくれ。もう少しで全て。初めてだよな。
あれ？僕は…よう！正気に戻ってくれて嬉しいぜ、コイチ。よし、いける！ディオの野郎がもったいぶったこと言いやがるから、少し焦ったが問題ねえ。この調子でどんどん仲間たちを元に戻すぜ。どうした？ジョルノ。いえ、ちょっと気になるんです。なぜあの男は、ディオは僕たちにこんなことをさせるのかと、僕たちを分散させるためなのかと思っていましたが、こうやって戦わせること、それ自体が目的なのだとすると、なんだって！？これは！しまった！
我がザ・ワールド・オーバーヘブンによる真実の上書きには莫大な魂のエネルギーとそれをチャージする時間が必要となる。長所と短所は表裏一体、ままならぬものよ。ジョー・スター家はその誇りと勇気を持って運命に勝利してきた。だがその時こそ魂の力が最大限となるのだ。機は熟した。ジョー・スターどもの魂、聖なる遺体を私のものとさせてもらうぞ。真実に届くのだ。邪魔者は存在しないという真実にな。これはオーバーヘブン。翔太郎がこのディオの与えた真実を上書きし直したというのか。まさか同じタイプのスタンド。ザ・ワールドとスター・プラチナは同じタイプのスタンド。こともあろうにこのジョースターの末裔が我が真実に入門してくるとは。真実か。今よく見えなかったけど、父さんの体に何が起こったの？いいだろう。どちらの真実が上か、蹴りをつけてやる。翔太郎、
最速吸收器。丈太郎、お前のスタンド、その精神力を認めよう。しかし悲しいかな、能力に目覚めたばかりのお前にはオーバーヘブンは使いこなせん。残り一人、まさか我が真実に介入してくるとは思わなかったぞ。だが真実というものはたった一つでなければならない。このディオのもたらす真実、それだけで十分なのだ。礼を言うぞ。お前たちのおかげで聖なる遺体はスムースに集まり、このディオは労せずに基本世界へやってくることができた。そしてお前たちの魂を得ることで我がスタンドはさらなる高みに到達するだろう。ジョースターの決闘というのは我が運命という路上に転がる犬のクソのように邪魔なもんだったが、最後の最後はこのディオに利用されるのがジョースターの宿命だったようだ。やろう。さてジョー太郎、ジョースター家の最後の一人は我が手で
直接始末してやろう。お前の頭を吹き飛ばせば、いないらしい天敵の血筋は消滅するというわけだ。ジョースタック。血筋。基本世界のものだった。なんだと、なんだこれは。貴様一体何を。やはりな、てめえの能力、どうやら拳で叩くと発動するタイプのようだな。その腕の傷が治るまでも真実の上書きはできねえ。その腕が治癒するのに何秒かかる。治ったと同時にスタープラチナをてめえに叩き込む。かかってきな。この目つぶしはカット。くだらねえぜディオ。てめえの言う真実とやらはただのまやかしだ。言わせるなよ。てめえは俺を怒らせた。城太郎、こんなところにおったか。病院から知らせがあった。意識が戻ったらしい。早く行ってやろうぜ。ん？なんだよ、どうかしたか。いや、なんでもね。すまんな、ホルナレク。わしらはホリーのところに戻らなくてはならない。いいさ、早いとこ帰って安心させてやりな。あいつらのことは任せてくれ。俺が面倒見とくからよ。退院時には必ず戻ってくる。任せたぜ。
おかしいな。今ぶつかって転んだと思ったのに。よそ見しててすまなかったな。スレを見失ってしまったな。でっけー190以上はあるぞ。あれこの人どこかで。あまり離れるなよ。本来なら母さんと一緒に留守番させるつもりだったんだが、お前がギャーギャー泣きわめいてダダこねるから仕方なしに連れてきたんだ。用事を済ませるまでおとなしくしてろ。分かったな。うん。向こうの亀見てくる。やれやれ。一つ尋ねたいんだが、この町で東方という姓の家を知らないか。この家を訪ねて
この町に来た。